事項を説明し、事前に測定に関して十分に理解をしてもらい、インフォームドコンセント、つまり同意書も準備をします。続いて体力要素と測定項目についてです。我が国では昭和39年から体力・運動能力調査が行われてきましたが、国民の体型の変化や高齢化などによってテスト項目の見直しや新しい体力テストが検討され、平成11年度に児童期から高齢期を4つのライフステージに区分けした新体力テストが始まりました。新体力テストでは、それまでにはなかった高齢者に対するテストが導入されています。測定を安全に実施することを第一に考え、まず日常生活活動、これは ADL と言われますが、この ADL を評価するために質問用紙に記入をしてもらい、その結果を判定してから測定可能な実施項目のスクリーニングをし、実施可能な項目のみを行っていきます。健康関連体力テストの実施においては、全身を使った持続的な身体活動時に酸素を供給する呼吸循環器系の能力である全身持久力、筋が発揮する最大張力である筋力、筋が疲労せずに収縮を続けられる能力である筋持久力、関節の可動域を測る柔軟性、体における筋や脂肪および骨などの相対的な量を表す身体組成を健康関連体力として位置づけています。一般的に運動処方はこれらの体力を測定した値をもとに作成することになっています。各体力の定義と測定方法について少しお話をします。まず全身持久力です。全身持久力は呼吸循環器系機能に依存しており、心肺持久力とも呼ばれています。この能力が最も重要であるとされる理由として、全身持久力が低いと全ての疾患による死亡、特に心血管疾患による早期死亡のリスクが増加をすること、全身持久力の増加と多くの疾患の死亡率の減少が関連していること、全身持久力レベルが高いと日常生活における身体活動レベルも高く良い健康状態を保つことができることが挙げられます。全身持久力測定の判定項目である最大酸素摂取量は、肺の換気量、血液の酸素運搬能力、毛細血管の発達の程度、心拍出量、骨格筋における酸素利用能力という生命維持機能と大きく関わっています。この全身持久力の測定方法には、直接法と間接推定法の2種類があります。間接推定法は最大努力を必要とせず、歩行距離や歩行速度、自転車エルゴメーター時の運動量における心拍数と物理的仕事量などから最大酸素摂取量を推定する方法です。最大まで運動させないために短時間で行うことができ、簡便性、経済性および安全性の点からも現場に適していて、多くの施設で用いられています。しかし算出された値は実測値と比較して15-20% ほど低いと言われています。次は筋力・筋持久力です。筋力とは筋が発揮した最大の張力のことを、筋力の評価は対象となる筋群、収縮様式、収縮速度、使用機器および関節の可動域によって異なります。測定には静的および動的な測定があります。静的な筋力とは関節を動かすことなく発揮される力のことであり、
握力計などの用具を用いて測定されます。動的筋力は外的負荷や体の一部が動くときに発揮される力のことです。筋持久力とは筋がある一定の時間筋疲労を起こさずに筋収縮を繰り返すことのできる能力、もしくは一定負荷強度に対して繰り返し収縮を維持できる能力のことを言います。皆さんに馴染みのあるところでは上体起こしや腕立て伏せなどが挙げられます。次は柔軟性です。柔軟性は関節が可動する範囲、関節可動域のことです。皆さんの中にも体が硬い人もいると思いますが、何が影響していると思いますか？柔軟性は関節を形成する筋や腱、人体の伸縮性に加えて準備運動などが影響します。柔軟性を知るための測定である長座体前屈ですが、この測定は両背部、股関節および大腿二頭筋の柔軟性を評価しています。両背部および股関節の柔軟性の低下は腹筋の筋力低下などとの合併により両背部の筋痛、つまり腰痛を引き起こすと言われています。測定時の急激な動きや速い動きは怪我を引き起こす可能性があるため、参加者にはゆっくりと行うように伝えてください。最後は身体組成です。身体組成とは皆さんの体がどのような組織によって構成されているのかを表したものになります。一般的には脂肪量と除脂肪量、つまり脂肪を除いた量や体脂肪率で表されます。身体組成は対象者によって指標となる項目が異なります。例えばアスリートにとっては除脂肪量、特に筋肉量がパフォーマンスやトレーニング効果の指標となり、一方一般の人にとっては脂肪量や体脂肪率が高血圧、メタボリックシンドローム、糖尿病、脳梗塞、冠状動脈疾患および脂質異常症などの生活習慣病を引き起こす危険因子の指標とされます。体脂肪率の基準値はアメリカスポーティー学会のガイドラインでは男性で 10-22%、 女性では 20-32% とされています。日本においては男性の標準値は 15-20%、 女性は 20-25% と言われています。身体組成は測定する機器がいるためにすぐにどこででもというわけにはいきません。この身体組成よりも簡便に肥満を評価する方法があります。それは体格指数であるボディマスインデックス BMI で表す方法です。この体格指数は身長と体重より求めることができるのです。 BMI は体重を身長の2乗で割ったものですが、身長はメートルで計算をします。成人の BMI は22が標準とされています。BMI は肥満の判定にも使われるため、 BMI がいくつだと痩せていると判断されるか、いくつ以上が肥満とされるかなど調べてみるといいと思います。いよいよ運動処方の作成の過程に入ります。運動処方作成時に考えることですが、印刷教材の第4章を見てください。ここに体力トレーニングの原理原則が載っています。まずはこのトレーニングの原理原則を知ることです。次に運動処方の構成する大切な4つの要素について考えていきたいと思います。
この4つの要素とは何でしょうか。運動処方は実施する運動の頻度、強度、持続時間、種類という4つの構成要素が必要で、その頭文字を取ってフィットとも言われています。フィットは F、 フリークエンシー、頻度、これは1週間あたりの運動の回数のことを言います。 I、